はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ今日はですね、少し遅くなりましたけども、皆さん SWCC お疲れ様でしたということでね、SWCC の僕自身の、最終予選リーグの結果、そして、上位者ですね、のトーナメントの傾向などを見てですね、今回の SWCC の総括ということでね、一本動画撮らせていただきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、それではまずですね、僕自身の今回の SWCC の最終予選なんですけども、まあ、まずはね、こちらをご覧ください。ドン。はい、これね、自分自身がですね、最終予選やり終えた時に、まあね、こんな感じだったんですよ。903位、残り10時間半あって903位か、怪しいなと思いながらね、まあまあ終わらせていただきまして、まあね、最終的に結果どうなるかなと思いながらやっておりまして、最終的な結果がこちら、ドン。はい、1086位。いや、これすごくてね、いや、まあ、こいつ500以内入るって言ってなかったっていうところがまず一つですよ、今回ね。いや、本当にね、なんだろうね、勝ちきれなかった今回、本当にちょっとそれがね、自分の中でも、悔やまれるなというところ。そしてこの1086位、面白いのが、僕前回1084位なんですよ。めちゃくちゃ面白いですよね、そんなことある？これだけユーザーがいて白熱しているダイヤモンドディビジョン参加していて1086位って、いやー、ほんとね、1000以内入れないとね、金トロフィーが増えないんでね、ほんとにそれが非常に悔しかった。まあ、しかも僕自身はですね、サイドアタックのチームも、まあ、強化して総合値24万以上まで持ってってですね、全戦術総合値23万以上にして、盤石の体制でね、最終予選リーグ SWCC 臨んだわけで、それでこのね、前回までと変わらない結果っていうのはかなり落ち込みますね。では、とりあえず結果だけ発表させていただきましたけども、その内容の方を見ていきましょう。はい、では SWCC の画面にやってきました。改めて最終予選リーグ1086位ということになりまして、勝敗がですね、34勝12分け4敗ということになりました。得失点差が80、得点が116と、やっぱりね、まあ、これ皆さん順位をね、見ていただくと、いつも自分ご自身の順位見ていただくと分かると思うんですけども、まあ、同じね、勝ち点の人っていうのは結構いるわけですよね。で、同じ勝ち点の中での自分の得点や失点の多さっていうのをね、見れるんですけど、同じ勝ち点114の中だとね、僕自身はね、やっぱかなりね、得点がね、少ないんですよね。この1056位の方からですね、同じ、勝ち点なんですけども、まあ、得点を見てってもね、まあ、得失点差118で、逆にね、同じ勝ち点の人もかわいそうだなと思うんですけども、まあ、バーっと見ていってですね、僕自身が得失点が80、こちらですね、L 大河 FC。 これね、しかも周りと比べてもかなり得点が少ないですよね。これはね、結構大問題。まあ、失点が少ないというのは素晴らしくて、周りと比べてみてもね、36失点っていうのは、同じ勝ち点の人の中でもひときわ少ないんですよ、実は。あ、22失点の人がいる、すごい。まあ、でも2番目に少ないというところになりますので、まあ、そこは自信持っていいのかなと思うんですけども、まあ、とにかく今回は勝ちきれなかったんですよね。それが自分的にはすごくショック。改めて見てもですね、負け数4ってすごくないですか、皆さん。逆に逆にすごいなと思いますけどもね。まあ、この後もう少し細かく見ていきましょう。今回のオーダーの使い方ですね、SWCC の一次予選の時にも少しお話ししたんですけども、今回は全ての戦術に対して戦術有利が取れるチームを制作することができましたね。ポゼッションチームはセレソンブラジレイラ、ブラジル染めね、カウンターチームはインペラドールイモルタル、ポルトガル染めチーム。そしてサイドアタックは、エル・オル・グオーソ・ブランコ、ね、ジラン監督のマドリード FC 染めチーム。そして中央突破が、レイ・デラス・アルビー・セレステスだっけ、アルゼンチンチームですね。で、やらせていただきましてですね、結構自信あったんだけどなっていうふうに思うんですけどもね。で、今度はですね、戦術別の、勝敗表ですね、を作らせていただきました。どうぞ。ということで、対ポゼッションがですね、12戦10勝。対カウンターが15戦12勝。対サイドアタックが10戦4勝。
対中央突破が13戦8勝ということになりました。これを見ていただくとですね、まずはすごくサイドアタックを使っている方が少なかったですね。僕の印象としてはね、なかなかサイドアタック使ってる人いないなね、マドリード FC でみんなやってきそうなもんなのになというね、印象はありました。それと同時にね、対サイドアタックの勝率悪いですよね。 SWCC の1次予選そして2次予選の時もですね、動画撮らせていただきながら、どうもセレソンブラジレイラがね、勝率が悪くなってきてると、対サイドアタックでね、戦術有利取れてるし、総合値も少しね、こちらがどうだろうな、5万とか勝っていてもですね、なんかちょっと対サイドアタック、こちらセレソンブラジレーラなんか厳しい戦いになるなっていうのはね、感じてはいたんですけど、まさにそれが出てしまいましたね。今回4敗僕してるんですけど、実は3敗が対サイドアタックでした。まあもちろんもともとセレソンブラジレーラっていうね、ブラジル染めチームは、少し守備がね、弱くてドンパチの試合になりやすいというのはあるんですけど、にしてもひどい勝率だったなというふうに思っております。ここがすごく足を引っ張りました。全部で4敗しているうちの残りの1敗はですね、対ポゼッションでしたね。中央突破チームで自信があるって言ったね。これまあサイドアタックのねところをお話しましたけど、ポゼッション対ポゼッション12戦12勝というところで、これはね、対ポゼッションは前回実は全勝してて、今回もね中央突破アルゼンチン染めチームで、ポゼッションはね淘汰できるかなと思ったんですけどね、まあ苦杯を舐めたというかね、厳しいところがありました。で続きまして対カウンターですね。こちらはですね、意外や意外、まあ、前回ですね対カウンターが17戦8勝ということで、かなり苦労したんですけども、今回は15戦12勝ということで、これだけを見るとね、やっぱりサイドアタックチームね、マドリード FC チームすごく活躍してくれました。まだまだ不完全なチームだったので、ここ厳しいかなと思いきやですね、ここは非常に役に立ってくれました。それがあっても1000以内入れないんだっていう感想ではありますけどもね。そして対中央突破ですね。こちらは、カウンターのインペラドール、イモルタル、ポルトガルチームを使っているわけなんですけども、13戦8勝と。こちらも微妙でしたね。まあ、これもね、少しずつ、ポルトガル染めチームもね、旬が過ぎ去っていってるのかなと。そして中央突破のアルゼンチン染めのチームが強いので、戦術有利、そして総合値ね、高くても、苦杯を舐めることがあったかなというふうには感じました。さあこうやって見てもですね、4敗しかしていない中でこの順位ということは、やっぱりこの引き分けの12ですね、これが非常に大きかったですね。だから対中央突破っていうのは、僕は一度もね、負けてないわけですよ。一度も負けてないけども、5引き分けしてしまってると。それだったらね、1回負けて4回ね、そう、1回負けてでもね、どっか勝ってくれた方が良かったなっていうふうに思いますよね。対カウンターも15戦12勝ですけども、3回引き分けがあるというところですよね。まあ、その今回ね、勝ちきれなさがね、一つ僕自身の、なんていうの、この順位に終わってしまった原因かなというふうに思っております。まあ、僕自身のね、結果をペラペラと喋ってるだけなんですけどね、何か次回以降の皆さんの参考になったら嬉しいなというふうに思っております。ではここからはですね、ベスト16以上ですね、ダイヤモンドディビジョンのね、の方を見ていきたいと思います。まずはですね、皆さんベスト16のですね、方を見ていくとですね、一番上ですね、ペスカトーレ川崎さんがね、優勝されたんですけども、見てください、ドン。はい、なんと僕これ初めてなんです。 SWCC 応援チームのが優勝してくれました。いや今回はね、まあ多いと思うんですよ、予選1位の方が優勝されましたので、そのまま非常に当てやすかったとは思うんですけども、いやそれでも 3000GB もらえるのめちゃめちゃ嬉しいんでね、良かったなというふうに思っております。まあ、いつもね言うんですけど、ベスト16以上のね、チームの、オーダーも集計してきたんですが、これはね、ベスト16以上行った方は1試合ずつオーダーを変えれるので、まあ、結局最後のね対戦で使ったオーダーっていうのがですね、後々まで残ってしまうので、完全な傾向とは言えませんけども、このような並びになりました。どうぞ。はい、ポゼッションを使われてたチームが4チーム、カウンターが1チーム、サイドアタックが2チーム、中央突破が9チームということになりましてですね、やっぱりね、アルゼンチン染めを使ってるチームが非常に多かったなという印象でございます。まあ、たまたまの可能性もこれはありますけどもね。で、やっぱりすごいのが、ポゼッションを作られてた4チームの方は全てですね、まあ、アルテタ監督ですね、アーセナル染めチームをですね、もう作ってきてるんですよね。自慢かいって感じですけどね、ほんとすごかった。
まだ登場がね、登場選手が不完全な中で、まあその他のですね、今まで出てきたポゼッションの選手を織り交ぜながらですね、アルテタ監督のチームを作っていたというのが印象的でございました。ただカウンターが1チームなんですが、優勝したペスカトーレ川崎さんはね、カウンターを最後使われて優勝してるんですよね。まあそれもすごいなというふうに思います。まあこれあんまり傾向わかんないですね。でもやっぱりアルゼンチンチーム結構強いんだな、ね、使ってる方多いんだなっていうのはね、よく分かって、まあ自分も使ってるんで、よかった、いろいろね、編成の仕方とか参考にさせていただきたいなというふうには思っております。さあここからですね、このトーナメントの中で気になった方をちょっと覗かしてもらおうかなと思ってるんですけども、まずはもちろん優勝したペスカトーレ川崎さんでございます。お邪魔します。こちらね、総合値 257,295 のですね、アトリティコマドリード、ゲーム内で CA マドリード染めのチームですね。とは言って、そうですね、 CA マドリードの選手がほとんどで、あとはポルトガル染めの、違う、ポルトガルのチームの選手、そしてイタリア人のマルディーニも使っているというところ、まんべんなくね、カウンターでチームを構成されているなという印象でございました。まあもちろんここまで来る方はね、ベンチの、控えの選手たちもね、豊富で、まあその点が本当に素晴らしいなというふうに思いました。やっぱこの細かいね、ポジションエディットの仕方とかもね、やっぱり緻密に計算されてるんだろうなっていうのは本当に参考になりますね。そして2つ目はね、これなんですけども、皆さんついにね、総合値26万っていう方がいます。いや、これはですね、もちろん選手強化も素晴らしいと思うんですけど、やっぱりね、この岡田武史監督レベル4っていうのがすごいですね。これは運なんですけどね、監督スカウトっていうのは。これはめちゃめちゃ嬉しかったでしょうね。うわ、岡田レベル4になったわっていうね、ポンポンって監督スカウトしたら、いや、これは本当に本人も嬉しかっただろうなって想像できますけども、総合値26万の方がいると。そういう世界になってきたかっていう感じがしますけどもね、本当にどんどん少しずつね、この水準も上がっていくんだろうなっていうのがね、ここから読み取ることができました。はい、ではトップ画面に戻ってきました。簡単にね、今回の総括していきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ僕自身がですね、おそらく順位がいいとこまでいかないのはですね、まあポジションエディットの甘さですね。まあ、その辺は本当にゲームを極めてる方々からしたらね、僕はチンケなやり方をしてると思うので、もうチーム総合値のみでご利用ししようとしてるレベルなのでね、まだまだ足りないんですけど、あとはね、やっぱ控え選手ですね。後半から切り札として投入するような選手の層がまだまだ薄い、チーム総合値の割にね、そこがですね、勝ちきれなかった大きな原因なんじゃないかなというふうに個人的にはね、分析しております。皆さんはね、SWCC の結果いかがだったでしょうか。皆さんとね、共有したり意見交換するのもすごく楽しみなので、よかったらコメント欄ね、コメントくださると嬉しいなと、できる限り返信させていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回はですね、SWCC の総括ということで、僕自身の最終予選の結果、そしてですね、最上位ダイヤモンドディビジョンのベスト16、ね、の皆さんの結果等をね、紹介させていただきました。動画の内容良かったよって方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。今日は以上です。失礼します。